テーマはこちら、はい、10月1日から義務化されました自転車保険についてです。お二人は普段自転車は乗られますか？乗りますよ。高校の時はね、自転車通学してました。そうなんですよ、はい、私も高校生の時自転車通学で、今もたまに乗りますね。ね、便利な移動手段ですから、はい、気になる方も多いと思います。自転車保険とは一体どんなものか聞いてきました。自転車保険は加入されました？入ってます。自動車保険に付随して二次賠償ですよね、はい、前から入ってます。自転車保険はまだ主人の方で入ろうかっていう話、はい、して一応家族で入ろうかなっていうふうに考えてます。自転車保険がまだよく分かってないので。まだよく分からないという声も。なぜ自転車保険が義務化されたのか、県の担当者を直撃します。よくあるこうご自身が怪我をした時の保険ではなくて、他人に怪我をさせた時の保険ということで、そのあたりもご理解いただきたいと思います。まあ、自転車の安全利用の推進と自転車の被害者の保護を目的としています。不注意から起こる自転車が加害者となる事故。自転車は車と同じように大きな事故を引き起こす危険があるのです。そんな万が一に備えるため、どんな保険に入っていればよいのか、保険のプロに話を聞くと。他の方への賠償責任を保障する商品というのは、いろいろな加入方法がございます。各社が販売しているいわゆる自転車保険という商品、それ以外でも例えば自動車保険、火災保険のオプションとして、自転車を含む日常生活中の賠償責任を保障するような、こういったオプションがついている場合もあります。また他にもですね、自転車を購入した時に TS マークというのがついていて、相手の方を怪我させてしまった場合の保証が、ついているものもあります。はい、ということで、はい、今月から義務化の対象となったのは、自転車の利用によって自分以外の人へ怪我などをさせた場合に損害を補填するための保険または共済となります。はい、この義務化なんですけれども、入っていなくても罰則はありません。ただ VTR にもありましたが、高額賠償の事例もありますので、新潟県は義務化に舵を切りました。ではその保険ですが、主に2つあります。個人賠償責任保険と TS マーク付帯保険です。まず個人賠償責任保険は、自転車専用のいわゆる自転車保険や自動車保険などにの特約にも含まれています。はい、そのためすでに入っている可能性もありますので、一度見直してみるのもいいかもしれません。はい、そして TS マーク付帯保険ですが、こちらは人ではなく自転車にかける保険です。そのため年齢問わず誰でも加入することができます。他にも対象となる保険はあり、その種類によって保証金額は違いますが、この個人賠償責任保険は年間1000円台のものもあるそうです。一方 TS マーク付帯保険は、こちらが点検整備料になりますので、お店にもよりますが1000円台からのところが多いようです。月にすると大体数百円ってことになるわけですね。はい、そうですね。はい、ここまで高くないかもしれないですね。はい、そしてこちらご覧ください。この 41.2% という数字、堀さん、何を表しているか分かりますか？まあ、この流れで来てると、この数字は多分その自転車保険に入っている方の割合じゃないですか？はい、お見事です。はい、こちらは新潟県の令和3年度の自転車保険の加入率なんです。はい、では全国ではこれ何位ぐらいだと西辻さん思いますか？そうですね、 41.2% って結構低いのかなと思うので、30位ぐらいですかね。実は、はい、こちら、44位ということで、数年前から全国的に自転車保険の加入の義務化が広まっており、加入率高くなっているんです。一番初め兵庫県で始まりました。平成27年に義務化され、自転車保険の加入率は 24.3% から 70.2% まで上がりました。
そして平成30年に義務化した埼玉県見てみますと、加入率は 45.0% から 78.2% に上がりました。またこの埼玉県ですが、自転車が主原因である事故件数見てみますと、義務化されてから年々減少していることが分かります。ではこの県内の学校販売店などはどのような取り組みをしているのか聞いてきました。はい、ずらりと並ぶ自転車、利用する高校生は。自転車保険には加入されてますか？はい、してます。いや、なんか入れって言われて入りました。誰から？学校からですね。入ってますね。はい、交差点で小学生が一回飛び出してきたことがあって、ちょっとヒヤッとしたこともありました。こちらは西関区の牧高校。通学で使う生徒以外にも家でも自転車を使う生徒がいますので、その生徒にも広げて周知したと。子どもが事故を起こしちゃって損害賠償総額がすごく高いというような、悲しいことにならないような、生徒が困らないような形にしたいなというふうに思っております。さらに自転車の販売店は、販売時や修理時に当事者の方が保険に加入されているかどうかの確認をしてくださいというようなことは言われているので、新車の購入時とかは、うちの場合一部自転車も最初から保険を、サービスで取り付けしているので、未加入の方であったりとか、更新時に再度加入しなきゃいけませんよであったりとかっていうことをお伝えしています。保険も大事ですが、事故を防ぐために日頃の点検も必要だといいます。タイヤ等はやっぱりこう目がなくなっているような減り方をしていると、走行時にスリップしたり転倒する危険もありますし、空気をやっぱり月に一遍最低でも入れておかないとパンクですね、招いてしまうので、必ず皆さん入れていただきたいと。こんな悲しい事故を起こさないために、点検に加えて必要なのがルールの見直し。皆さんは自転車に乗るときにどこを走っていますか？自転車は車道が原則ですので、走る際はこの道路の左側をこのように走っていってもらいたいと思います。原則は車道、しかし例外もあるそうで。歩道にこのような標識がある場合は、自転車は歩道を走ることができます。それではここで問題。街でよく見る自転車用の青いレーン、このレーンと標識が両方あるとき、A と B どちらを走るべきでしょうか？西辻さん、お答えください。はい、でも私普段はいつも B を使ってるので B かなと思うので B にします。果たして青いレーンを走るようにしてください。標識はあくまでも例外、こういった青いレーンのところを走るのに危険がある場合であっても歩道を走ることができるというふうに受け取ってもらえればありがたいです。交通事故を起こして相手の方に怪我や重度の後遺障害、また死亡するような重大な結果を招いてしまった場合に十分な保障が受けられるよう保険に加入してもらって、相手様への対応に万全を期してもらいたいと思います。はい、通勤通学で使われる方、特に通学で使っている方は今その保険に入っている証明を学校に提出しないと通学の証明書許可が下りないの で、学生さんは入ると思うんですが、普段こう買い物などでちょっと乗るのに使っている方がどれくらいこの保険に入るかですよね。そうですね。はい、ではここまで自分の自転車にかかる保険について見ていきましたが、最近では自転車のレンタルも増えています。その際の保険は一体どうなるのでしょうか？日高さんに伝えてもらいます。日高さん。はい、新潟駅南口からお伝えしていきます。私の右手にあるのは今月からサービスがスタートしました新潟2キロシェアサイクルの自転車たちです。この電動アシスト付き自転車はアプリをインストールして登録すると1時間165円で利用することができるんですよ。さて、こういったレンタルの自転車の保険についてですが、
貸し出しを行う業者が保険に加入しているので、利用する私たちは加入することは必要ないということなんですね。ですので旅先でもフラッと手軽に借りることができます。ちなみにこの新潟2キロのシェアサイクルは最高で2億円の対人対物の保証責任がかかっているということです。ただ一方で業者さんが保険に加入することによって影響も出ています。もう一つ新潟市には新潟レンタサイクルというサービスがあるんですが、これまで150台所有していた自転車を保険費用がやはり負担が大きくなるということで70台まで減らしたということなんですよね。ただこのように業者さんがきちんと保険に加入してくれているおかげで私たちは手軽にレンタサイクルを楽しむことができます。私もせっかくお借りしたのでこのままちょっと街を巡っていきたいと思います。以上中継でした。気をつけて。はい、日高さんの、はい、中継でした。ということで義務化の対象は、はい、自転車の貸付業者も含まれるということなんですね。そしてその他の対象を改めて見てみますが、私たち自転車の利用者に加えて子どもが自転車を利用する保護者、さらには事業活動に自転車を利用する事業者、ここに配達サービスなども含まれています。このように便利で利用しやすい自転車という移動手段、この義務化に伴って自転車に乗る人の意識というのも高まってほしいものですよね。そうですね、はい、新潟も今月から、新潟県も今月から義務化されましたんで、はい、加入率も上がるでしょうね、先ほどのデータを見てますとね。そうですね、はい、期待したいですね。それに伴って事故も減るといいなと思います。そうですよね、はい、はい。